クラススイッチのメカニズムクラススイッチとは、免疫反応で生産される免疫グロブリンの定常領域が抗原などの刺激により可変部を変えずに、アイムからイグやイゲなどへと変換することである。免疫グロブリンクラススイッチ、またはアイソタイプスイッチ、またはクラススイッチングともいう、H 差の定常領域がクラススイッチを起こす。なお、そもそも免疫グロブリンは、 B 細胞で生成され、また B 細胞が最初に生成する人の免疫グロブリンは i ムであり、そこからクラススイッチによってその他のクラスの免疫グロブリンに変化することになる。ヘルパー T 細胞が B 細胞を活性化した際にクラススイッチが起きることが知られており、i ムクラスからどのクラスやサブクラスの抗体に変換するかはヘルパー T 細胞の産生するサイトカインと呼ばれる。 活性タンパク質の作用によって決まる。CD40 リガンドを欠損する X 連鎖抗アイム症候群では、クラススイッチが働かないので、アイムとイグド以外の免疫グロブリンを産生できないために、免疫不全に陥る。また、高頻度大細胞突然変異を行う、活性化誘導七ンレアミナーゼは、クラススイッチにも関わっているのでこれを欠損する。 エイドケ損傷でもクラススイッチがうまくいかずだかアイム、結晶を示す。ありがとうございます。